こんにちは。札幌オータムフェストが始まりました。雨上がりの爽やかな陽気、空気まで美味しくなるような一日です。さて、季節の言葉に秋乾きっていうのがあるんです。秋は空気も乾燥するんですが、空気の意味ではないんですね。それはこちら、秋になりますと乾くように食べ物を欲して食欲が増すという意味です。週末にかけて食のイベント行われますが、お出かけ日和となりそうです。では今の旭川の様子も見ていきます。旭川、昨日の雨で石狩川、川の流れが速くなっています。川には近づかないようにしてください。では午後の予報です。全道的に雨上がりの爽やかな陽気です。北西の風がやや強く、宗谷地方では強風注意報が発表されています。夕方にかけてご注意ください。今日の気温です。日本海側では昨日よりも3度から5度ぐらい低くなりそうです。帯広は29度まで上がりますが、湿度が低いのでカラッとした暑さ。夕方以降、午後6時以降はひんやりとしそうです。さて、週末にかけての予報も見ていきます。この土曜日、全道的に晴れますが、朝は今季一番の冷え込みです。日曜日は日中はさらに暑く、夕立の恐れがありますので、山のレジャー注意してください。では週間予報見ていきます。日本海側とオホーツク海側です。明日土曜日、札幌は最低気温が15度、旭川は12度まで下がりそうです。来週になりますと、火曜日の夜から水曜日の午前中はにわか雨がありそうです。太平洋側と道東見ていきます。日中はまだまだ暑くて残暑が続きそうです。来週火曜日、道南では夜ににわか雨がありそうです。